対抗反射、陰頭の観察などに用いるウェルチアレン製の医療用ハロゲンペンライトウェルチアレンはアメリカの医療機器を中心とするオプトエレクトロニクス製品のメーカー。聴診機が有名であるが世界初の携帯型の磁気増式健眼鏡を開発したメーカーとしても知られる。医療機器分野においては、超新器、健眼鏡のみならず耳鏡、医療用ライトコンピューターを利用した。 医療解析ソフトウェア、患者監視モニターなどを提供している。また、他のオプトエレクトロニクス製品としては、バーコードリーダーや、機器検査用、ファイバースコープ、航空機用照明器具などを展開している、大手メーカーである。ウェルチア連製の医療機器の米国内でのシェアは、非常に高く、ER やハウスといった医療ドラマの中でも、随所で使用されているのを見ることができる。 2003年、フォーチュン紙が発表した、働きたい企業ベスト100にランクインした。ハーベイ聴診器は、ウェルチア連社の製品で、ドクター・アップ・ロクター、ハービーの考案した、コルゲート膜を持つ、聴診器である。課長周廃機が広いのが特徴である。特にハーベイ・リート聴診器は最も聞こえやすい、聴診器として、世界中の医師や看護師、救急救命士に愛用されている。 フォーチューン100ベスト、ベストカンパニーズリスツ、サンフランシスコ、カリフォルニア、グレートプレースツーワークインスティチュート、インク、2011年4月28日閲覧。ありがとうございます。